にちは、カプリショーです。今回はですね、こんな感じの星型をした輪っかを作っていきたいと思います。裏と表ではちょっとだけデザインが違います。 7.5 センチ角の折り紙を8枚使った作品です。かなりしっかりしています。とても簡単に作れる作品なので、それでは早速作っていきます。これと同じものを全部で8個作ります。出来上がったので、それでは組み立てていきます。この間にこうして挟めたら、この三角の部分を内側に折り込んで、そうしてですね、くるっと後ろ向きにして、この出ている部分を内側に折り込みます。この繰り返しです。この部分を中に挟んで、三角の出ている部分を内側に折り返して、くるっと裏返して、この部分も中に入れてしまいます。
やく出来上がりです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。